まあ、さっきの時計で、まあ一回やめようと思ったんですね。ジョン・ハーウッドが2つ、あと、ピアスとオートなんとか、まあ、まる珍しいやつですよね。もう一つこれ、ちょっと今出してきました。スポーターナって言います。これは、実は、まあ、これ以外に、まあ、見たことがないので、スポータナってメーカーなんですけど、この蓋をですね、開け閉めすることによって、ゼンマイが巻かれていく構造ですね。こうやって、リューズが巻かれるんですね。非常に変わった時計ですね。アールデコのデザインしてますし、こういうふうにアールデコのデザイン。時計も結構大きいんですね。大きめにできてて。まあ今でも腕にしてできますね、これは。裏蓋にこうパテント入ってるんですけど。昔これ1個しか、見たことなかったんで、オークショニアの人に聞いたことがありまして、そしたらなんかドイツのオークションでなんか出たことがあるって言ってましたね。ですから、まあ、生産台数は、まあそんなに多くないんでしょうけど、まあ、現存した時計メーカーであり、パテントも取ってありで、きちっとした、時計メーカーなんだと思いますね。これも自動巻きの、本当に初期の頃に、開発された、蓋で、リューズが、蓋の動きでリューズが回る構造となっているレクタングラーウォッチです。オート、タナカ。あとでちゃんと説明します。これも非常に珍しいです。まず見たこと。